ドラマいたずらなキッスのセリフ合わせの初日、高校生役を演じる出演者たちが制服を着て臨みました。初の顔合わせでぎこちないせいか、まだお互いに気まずい様子ですね。ヒロインのオーハニ役を演じるチョンソミンさんと彼女の親友たちも姿を見せました。教務室불려온 학생들 衣装のチェックのために監督の指示に従って並ぶ出演者たち。ペクスンジョー役のキムヒョンジュンさんはネクタイにまで気を配ります。制服姿もよく似合ってますね。일단은이렇게다처음보니까요간단하게일어서인사한번해봐야할게요그백승조김현중씨예안녕하세요정소민씨네오하니정소민씨일단은오늘거기129만빠르게한번엄마가오빠는엄마한테안부전해달래요나누군데아줌마봐라한이가내보고있다아이가한이가내그리고있다고한이한번추워올린다한이그바람에승조목꽉끌어안는다한이뺨에승조뺨닿고한이정신이번쩍드는것같다두분두분마음접었다며어어접었어왜접었는데왜그렇게뛰냐괜찮냐심장그나저나생각보다심각하구나오하니어뭐가그래가지고나중에애기나나키울수있겠냐상위 4% 까지는붉은색주황색은상위 11% 노란색은아직가능성이있다그러나초록색부터는그냥들러리붉은색을위한병풍이다그럼이건여기까지야제일중요한거는항상그래항상서로에합쳐가지고이런거같게만들어요그래서그일단그틈만남은사도들맞춰보고그래요네수고하셨습니다ぎこちなかった初日の顔合わせがやっと終わり2日目일각하니가낮잠자고있다대위에반쯤읽은책이엎어져있고한팔에는소중강아지가앉아있다현준さんも真剣な面持ちでセリフを読んでいます그래그잘난이달의자습실다음달엔내가들어가주겠다고또비냐하면하면어쩌고하면그래하면내가너없고한바퀴돌지아니그첫째포켓에서사진한장쓸뻔해보인다양갈래머리치마한번유사를떠는여장한승조이름표백승조승조표정불변마락사진뺏으려는색깔에피하는하니웃으며야너그거어디서났어이리안내놔와저녁식사끝내고치우는중모두있다덕분에정말잘먹었어요아뭐아저거는모르는게그렇게많을수있냐넌다알아저사람들누구야누구한명이라도아는사람있으면말해봐이트은혁여우희철신동환경강인성민기범규현시원예성등그옆에는아몰라봐봐ソミンさん、WS501 のメンバーの名前も覚えてくださいね。セリフ合わせを終えたヒョンジュンさんの心境が気になりますね。ね、あ、おさん、先輩、先輩演者분도계시고、先生님들도계시는데、정말、백은승조를위해서이렇게모두열연해주시고장난스러운키스를위해서이렇게열심히열연해주시는모습을리딩인데도이렇게보니까이제백승조로서도좀더열심히해야겠다고느끼고요까칠네까칠하게평소에네좀있는그대로많이까칠하게살아야될것같아요친구들한테미안하지만좀친구들한테도까칠하게좀대하고사람을대할때좀틱틱거리고좀더많이연습해서
장난스러운 키스가 꼭 역사에 남는 대한민국의 좋은 드라마로 남을 수 있는 드라마가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 드디어 촬영 初日. 드라마의 中で 하니와 순조를 모리노세에도 固くなに 信じています. 감독と共に 모니터를 체크しながら 촬영について 설명을 受ける 현준さん. たくさんのスタッフに囲まれて緊張と期待が入り混じった様子で撮影の準備をしています。いつになく真剣な様子ですよね。真っ白な衣装に身を包んだヒョンジュンさん、本当に森の精のようです。 오자마자 바로 입고 시작하잖아. 이제 아니라 자서 일단 봐주고 포탑을 봐주고 손이 먼저. 감독의演技指導を見て 현준さんが 演じるんですね. さすが 하나よりも 美しい男です. 그러면 더 올라가야 될 것 같은데. 아니. 감독의様子を少し見て. 花の香りに酔いしれるヒョンジュンさん、その美しい魅力に誰もが息を殺して見守ります。細かくチェックした通りに動く姿も夢中にさせる魅力を感じます。 하니가 夢で森の精のスンジョと出会うシーンの撮影です。 撮影 初日から キスシーンだなんて。 チョンソミンさん 本当に 羨ましいです。 さっき撮った キスシーンの 撮影のために 眠っている ソミンさんに 近づくシーン。 この瞬間だけは ヒョンジュンさんも ソミンさんも 緊張で 頭が いっぱいだったでしょうね。 괜찮아요. 하면서 괜찮아요. 움직이려고 이렇게 보다 보고 봤지? 없어. 도와드릴까요? 아니요. 괜찮아요. 들어줄까? 아, 빌어먹는 일이 있어도 내 도움은 안 받는데지 참. リハーサルを終えたヒョンジュンさんが少し、お疲れの様子ですね。完璧な天才セクスンジョが教員室に来た理由は何でしょう。回る向きまで細かくチェックする、これぞプロの姿。ヒョンジュンさん、ファイト。 리허설 도리니 엔지마시다가 또 되시다가 시선이 이쪽은 맞아요. 아니야, 시선이 이쪽 봐요. 최대한 이쪽 비춰줘요.
자, 지금까지. 지금까지. 예, 알겠습니다. 떨리지, 갑자기. 현준 さん の 発した一言で静かだった現場は笑いに包まれました。 FX FX じゃん。 저 뒤에서 오면 다 天才ペクスンジョ が 問題を 教えた 後 本を 閉じようとしますが 손 묻는 정도 너 그러니까 가정에서 웃겨보고 대본에 있잖아. 그리고 저는 그냥 이렇게 또 다시 본 거고마워. 네. 신동 누나 천재. 天才ペクスンジョへの道のりは、ヒョンジュンさんにとっては辛い道のりのようです。休憩時間にも勉強に没頭。頭の中にしっかり入りましたか？完璧な天才に変身したヒョンジュンさん。何気なく本を読む姿も様になってますね。やっと全ての撮影が終了。ヒョンジュンさん、お疲れ様でした。ハニとのロマンスシーンの撮影。撮影現場での天然っぽい姿から勝負に燃える体育祭の現場はもちろん、俳優キムヒョンジュンの隠れた魅力を全てお見せします。天才に完璧に変身を遂げたキムヒョンジュンの続いての物語もお楽しみに。